平野翔がハワイでフラダンス。スタジオ騒然の驚愕パフォーマンス。平野翔のフラダンスに先生も驚き。ハワイの舞台で伝説が生まれた。その実力にスタジオも驚き。ハワイの美しい自然に囲まれた舞台で、人気アーティストたちが新たな挑戦に取り組む姿が話題を呼んでいます。今回の旅行特番では、滝沢秀明氏が率いる事務所のアーティストたちがハワイを訪れ、 日常から一歩踏み出ししたた冒険を繰り広げましたハワイの自然豊かな風景とともに、彼らの新たな決意や挑戦する姿が番組を通じて視聴者に伝わり、感動を呼び起こしています。特に注目を集めたのは、メンバーたちがフラダンスに挑戦した瞬間でした。普段はクールな姿勢を見せる彼らが、ハワイの文化と向き合い、フラダンスという未知の領域に飛び込む姿は新鮮で刺激的なものとなりました。 フラダンススクールのスタジオに足を踏み入れた平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人は、初めての体験に戸惑いながらも、全力でその魅力に向き合っていきました。彼らが新しい動きを覚えようとする過程では、難しさを感じる場面も多くありましたが、次第に彼らの個性と情熱が現れ、真剣に取り組む姿が印象的でした。特に平野のリズム感の良さが際立ち、瞬く間にスタジオの雰囲気を盛り上げました。 ハワイの伝統を尊重しつつも、自分たちのスタイルで表現していく姿は、フラダンスの先生たちからも驚きと賞賛の声が上がるほどでした。この特別な体験を通じて、彼らはハワイの文化に触れるだけでなく、自分たち自身の新たな一面を発見する機会を得ました。普段の芸能活動の中では見せることのない柔らかさや、困難に直面した時の素直な反応が、視聴者に親しみやすさを感じさせました。 フラダンスのステップを覚えながら、彼らが感じたハワイの自然と人々の温かさ、そして文化の奥深さ。それらが彼らの心に深く刻まれ、新たな目標へとつながっていく様子が伝わってきました。フラダンスの練習の合間には、メンバー同士の笑い声や励まし合うシーンも多く見られ、そのチームワークの良さが画面を通して視聴者にも伝わってきます。フラダンスを終えた後、彼らが語った感想には、 挑戦することの大切さや、道のものに触れる喜びがにじみ出ていました。平野は、フラダンスがこんなに難しいとは思わなかったと、驚きとともに語り、さらに、でも新しいリズムを感じるのは楽しかったと笑顔を見せました。その一方で、神宮寺と騎士は、ステップがなかなか覚えられず、正直焦ったけれど、みんなで一緒に頑張るのは楽しかったと話し、仲間とともに挑戦する楽しさを実感していたようです。 彼らの表情からは、どんな困難にも笑顔を忘れない前向きな姿勢が伝わり、ファンにとってはこれまでに見たことのない、彼らの素直で人間らしい一面を垣間見る瞬間となりました。フラダンスの経験は、単なるダンスの習得にとどまらず、彼らにとって新たなインスピレーションの源泉となりました。ハワイの自然と文化に触れる中で生まれたこの感動が、今後の彼らの芸能活動にどのような影響を与えるのか、 ファンは期待に胸を膨らまませていますこれまでの経験とは異なる文化との出会いが、彼らにとってどれほど刺激的であったか、またその経験がどのように彼らのパフォーマンスに生かされていくのかは、視聴者にとっても興味深いポイントです。そして、彼らのハワイでの挑戦はこれだけではありませんでした。マリンアクティビティとして挑戦した SUP ・スタンドアップパドルボードでは、メンバーたちの真剣な競争心が炸裂しました。 青い海に浮かぶボードの上でバランスを取りながら進むというアクティビティに、最初はみんなが悪戦苦闘していましたが、次第にコツをつかみ始めると、そこには熱いレースが繰り広げられました。中でも平野の見事なパドリング技術には誰もが目を見張り、レースでは堂々の一着を獲得しました。一方で、神宮寺と騎士はバランスを崩して何度も海に落ちる姿がコミカルで、メンバー同士の応援やからかい愛いがその場を盛り上げました。 このような場面は、彼らの人間味あふれる側面を視聴者に見せることになり、普段の芸能活動では見られない自然体の姿がファンを惹きつけました。SUP レースの結果として、騎士が最下位となり、後日罰ゲームを受けることになったシーンも、番組のハイライトの一つとなり、視聴者に笑いを提供しました。彼らのハワイ旅行は、自然と文化との触れ合いだけでなく、仲間と共に過ごす時間や、 をを通じじたた絆の深ままりり感じる場でもありました日常の忙しいスケジュールから解放され、自然の中でリラックスしながらも、彼らはそれぞれの目標に向かって新たな一歩を踏み出していました。ハワイの壮大な自然の中で得た経験は、彼らの内面にも変化をもたらし、これからの活動への新たな意欲や情熱を生み出したことが感じられます。また 滝沢氏が率いるメンバーたちの結束力もこの旅行を通じてさらに強まったようです。仕事仲間としての関係を超えて、友人同士のように助け合い、時には競い合う姿が、視聴者にとっても印象深いものでした。特に、彼らがお互いの努力を称賛し合い、リラックスした雰囲気の中での会話や笑顔は、普段の厳しい環境では見られない、心温まる場面でした。ハワイの豊かな自然に囲まれながら、 彼らが見せた素直な感情や笑顔は、視聴者にとっても特別な瞬間として記憶に残ることでしょう。番組の中で描かれたハワイの美しいビーチや青い空、透き通る滝といった自然の風景と、メンバーたちが見せる真剣な表情や楽しそうな姿が絶妙に組み合わさり、視聴者に感動を届けています。彼らの成長と挑戦、そして仲間との絆が深まる様子は、単なる観光旅行を超えた、 彼らの新たな決意と夢への第一歩を象徴するものとなっています。さらに、ハワイでの体験は、彼らにとっての未来へのインスピレーションの源ともなりました。異文化と触れ合うことで、彼らがどのように新しいアイデアや視点を得て、それを今後の活動に生かしていくのかという点にも注目が集まります。視聴者は、ハワイでの経験を通じて彼らがどのように成長し、新しいパフォーマンスに挑戦していくのか。 その進化を見守るることができるできしょう彼らのハワイ旅行は視聴者にとってもまるで一緒に旅をしているかのような親しみと共感を呼び起こしました。彼らが新しい挑戦に対して恐れず笑顔で前向きに取り組む姿勢はファンにとって励ましと勇気を与えるものとなっています。そしてこの特番を通じて得られた感動とともに彼らがどのように次のステージへと進んでいくのか。 これからも多くのファンが期待とともに応援していくことでしょう。彼らがハワイで過ごした時間は、視聴者にとってもまさに特別な体験となりました。なぜなら、普段のテレビ番組やステージでは見られない、彼らの自然体で無防備な姿が次々と映し出され、彼らの人間味あふれる側面が浮き彫りにされたからです。自然の中でリラックスし、時には失敗をして笑い合いながら、 仲間と共に過ごす時間の中で見せる素直な感情は、ファンにとっては新鮮で、彼らをより一層近くに感じさせるものとなりました。その一方で、ハワイの壮大な自然と、古くからの伝統文化との触れ合いを通じて、彼ら自身が成長し、より深い意味での自己発見をしていく過程も、見逃せないポイントでした。ハワイの大自然に触れることで、自分たちの日常の忙しさから解放され、 新たなインスピレーションを受け取る瞬間が幾度もありました。それは、芸能界という華やかな舞台から離れ、普段とは異なる視点から世界を見つめ直すことのできる貴重な時間でした。彼らが感じたこの特別な瞬間が、今後のパフォーマンスや活動にどのように反映されるのか、視聴者にとっては興味深いテーマとなっています。特に、彼らが夜のキャンプファイヤーで語り合う場面は、視聴者に深い感動を与えました。 炎が揺らめく中、彼らがそれぞれの夢や、これまでの努力、そして未来への希望について真剣に語り合う姿は、普段のテレビでは見ることのできない彼らの本音が感じられる瞬間でした。平野は、これからももっと多くの人に自分たちの音楽やパフォーマンスを届けていきたいと熱い思いを語り、神宮寺は、常に進化し続けることが僕たちの使命と語りました。騎士は、みんなで一緒に乗り越えることができれば、 どんな困難も恐れることはないと、仲間への信頼と未来への決意を胸に秘めた言葉を口にしました。このような彼らの言葉からは、エンターテインメントの世界で戦い続けることの厳しさと、それでもなお前進し続けようとする強い意志が伝わってきます。キャンプファイヤーの夜、彼らの語る声には、ハワイの星空の下で彼らが抱いた希望と、これからの挑戦への意欲があふれていました。それは彼ら自身だけでなく、 ファンにとってもまた、これからの未来を共に歩んでいくための希望となるものでした。翌日のサンライズハイクでは、彼らがハワイの大地を踏みしめ、日の出を目指して歩く姿が映し出されました。険しい道のりを一歩一歩進みながら、彼らは互いに励まし合い、自然と一体となるような感覚を味わいました。ようやく山頂に到達した時、目の前に広がるパノラマビューと共に、朝日がゆっくりと姿を現す瞬間、 彼らはその美ししさに言葉を失いました太陽が昇るにつれて空が赤く染まり、その光が彼らの顔を優しく照らす様子は、視聴者にとっても心に残るシーンとなりました。